おはようございます。100回劇シリーズの時間がやってまいりました。ちょっと遅くなっちゃったね。もう12時12分ですね、令和3年5月10日12時12分月曜日12時12分を回ったところでございます。ラッキークレイジージョーカーの時間で、100回劇の時間でございます。今日はね、エネルギー泥棒についてなんですけども、エネルギー泥棒ってどんな方かっていうと、いや、コマネチさんみたいな方なんですよ。いや、マイナスの波動を持ってる人なんですけど、例えば人の相談乗ってあげて、相談乗った後に、どっと疲れるっていう人は、その人のエネルギー奪われてるんで、そういう人の相談乗ってもダメですよ。どうせその人何もできないから、行動しない人なんですよ。聞いても行動しない人にいくら相談乗っても無理なんですね。何のためにガソリン入れてんのっていうの。聞いたら行動するって素直な人なんですよね。ちゃんと聞いて相談乗ってすぐやるんですよ。だからすぐ変われるんね。だからなんだろうな。シンドラーさんにも言いたいんだけど、タバコもすぐやめちゃえばいいのよ。酒もぐだぐだ言わねえで、いいことは善は急げっていうの。3、2、1、はい !5 秒あったらね、脳は言い訳しだすんだから。頭でっかちの、ほんと頭悪いんだよな。こうやって言ったってわかんねえってのは頭悪いんだよ。エネルギー泥棒。ね？エネルギー泥棒になっちゃダメよ。人にエネルギー与える人じゃなきゃ。ラブ&ピースとか言って。オーラが違うんだから、オーラがね。波動なのよ。信念なの。成功する人ってのはもう決まってんの。なんね。信じなくていいですよ。俺はね、変わってますから。ちょっとおかしいんですね。信じる方が難しいんですよ。でも、素直な人ってのは、すぐ信じちゃう。天が味方してくれるんですよ、そういう人は。そのね、成功する周波数なんですよ。波動なんです。波動はもう成功する人ってのはね、もう、設定素直なの。ね。ケツ触りたいくせに、ね。モテたくてね、難しい顔してね。モテるわけないじゃないですか。ケツ触りたいんだったら正直になった方がいいんだよ。それをね、ケツを触りたいくせにね、難しい顔してね、難しい話してマウント取ったってね、女にモテるわけねえんだから、バカだよ、そりゃ。なんでも素直がいいんだよ。金持ちになるコツも、モテるコツも、幸せになるコツも、全部、同じ周波数、ね、波動なんだよ。素直じゃなくね、自分自身に素直に、正直に生きなきゃ、本当の自分らしい人生なんてどこにもないわけよ。そしたら魅力なんかあるわけねえじゃん。自分らしく生きてねえ人間に。それを考えなくたってわかるんだよ。それを考えなくてもわかることもできねえんだ。バカなんだよ。成功するには成功するコツっていうのがあるわけね。バカでもわかるんだと思うんだけど、そのバカっていう言葉が嫌だっていう、人は、そのバカについて勉強してねえんだなと思ってください。バカについて勉強ができてないからバカっていう言葉が嫌なのね。バカについて勉強してきたら、バカってこういうことだなって理解したらバカっていう言葉が嫌な言葉に聞こえねえわけだよ。成功するための、なるほど、バカなことをしてたら成功できねえんだ。じゃあバカなことやめようと。成功する人って何やっても、もう、いつかは成功するのよ。何やってもいつか成功するの。失敗するやつっていうのは何やっても失敗するの。そういうふうに決まってるの。残念だけどね。じゃあなんでそうなるかって言ったら、失敗するやつってマイナス思考だからすぐ諦めんのよ。で、成功する人っていうのは何やっても成功するっていうのは諦めないんだよ。エネルギーが違うのね。ね、エネルギー泥棒と違うの。エネルギーは分け与えの。オーラが外に出てるわけ。エネルギーがバンバン外に発信してるから。それね、うちに入っ、なっちゃってんだよ。エネルギーが引きこもりの人もそうだし、自分のことばっかり、自分中心、自分のことしか考えられない。自分にばっかり向いてるの。気が向くっていうだろ。気が向かねえっていうだろ。じゃあ何に気が向いてるかって言ったら、自分にばっかり気が向いてるから、自分中心にしか考えられないわけ。で、自分中心にしか考えられないわがままな人なんて本当に人気が出るかって言ったら人気が出ない。人の気って言ったら気が大事なんだよね。気に入ってもらう、気に入るって、自分だって気に入るってあるんだから。ね、人が気に入るって人気が、ね、あることだろ。気がこっちに向くことでしょ。ね、じゃあどういう人が気が向くんだよ。まあ、やっぱ気迫がある人だよ。信念を持って生きてないと気迫なんか出ないんだよ。気力だよ。気合が入ってるね。気が大事。本当に。陽気で、元気で、ね、勇気があって、気が大事なの。やる気があって、本気で、のんきでね、本気だけどのんきで、
陽気でね。陰気はダメ、陰気は。やっぱ暗いのはダメよ。オーラがね。だからね、オーラの、人間からオーラが出てと思っちゃダメよ。オーラの中に俺らがいるんだから。わかる？そのオーラを自分で消しちゃってんの。信念がないと。そのオーラこそが信念だから。その信念の中に自分がいるってこと。わかる？自分から信念が出てんじゃないんだよ。だから信念の中にいるからオーラが見えるわけ。エネルギーだからね。この信念がなかったらオーラが出ないから。エネルギー泥棒になっちゃう。自分に向いちゃってるの。コマネスさんみたいな。そうすると、相談乗ってあげる、なんだ、りょうよんさんのエネルギーを奪っちゃう。と、りょうよんさんどんどん疲れちゃうんで、そういう人を相手してると。だから、本当に、助けてあげたいんだったら、コマネスさんがプラスの波動になった時に、助けてあげる。あ、その通り、その通り、あ、そうだ、そうだよ。マイナスの時はね、あっち行けって言った方がいいんだよ。俺ね、マイナスの人たちの時は喧嘩するでしょ？お前ふざけんな、こらって。人に出てくでしょ？バカだから。バカーって、そうだよ、バカだよ。バカにはバカって言うんだよ。バカいなくなっから。いいんだよ、いなくなって。エネルギー泥棒なんだから、そいつらは。俺の手伝い来てんのか、自分のためにやってんのかって話なんだよ。昨日の三島さんだって、バカなんだよ。はっきり言うとね。バカだから、あの程度なの。奥さんにも舐められてんの。奥さんに食わしてもらってる勢いだから、どうせ。あの勢いじゃ。だから女の方がしっかりしてんだよ。ね。聞いても行動できねえのはダメ。はっきり言ったら。失敗するやつってのはもう何やっても同じ。本当に気に、なんだろうな。気を大事にしてない。ね。あの、揉め事が好き。だから気を大事にしてないから、揉めてんのがいいと思ってんのよ。こんなの言い訳ないじゃん。元気がいいんだから、陽気がいいんだから、陽気発するとこに金石また通るっつってね、陽気しかないんだよっつっていつも言ってんだけど、まあ言ってもわかんねえ人は、まあ波動が悪いんだね。まあ成功のできない人ね。で、まあ一生羨むんだよね。人の成功を見て多分羨む。でも自分で人生どうにでもなるっていう人は自分で成功をつかむからね。だから人のせいしてないから人を羨まないしね。あ、今成功できてねえのは自分の考え方なりなんかが間違ってるから今こうで。相手が大成功してるのは相手が合ってるわけですよ。同じ人間ができてこっちができねえってのはこっちが間違ってて向こうが合ってるだけだから。本当にそれなんだよ。だから人間ができないことができるようになるってのは本当に尊いことなんだよ。いくつからでも成長できるってこと。それは諦めてるから成長もできないんだよ。気が大事なんで、気迫が。いいですよ。俺が言ってることは本当に信じなくていつ変わってんだから。ね。でも俺はいつもチャレンジして成長していきたいわけ。他人はどうでもいいの。俺の問題は俺の問題。三島さんの問題は三島さんの問題だからね。だから人にとやかく言うことはないんだけど、まあ一緒にやってる人には友として、ね、言いたいね。まあまあだろう。まあ昨日渡るさんがっかりした顔見て大笑いしたの。まあその程度なんだから、その程度と思って付き合ってりゃいいのよ、三島さんも。自分で三島さん言ってたじゃん。すぐ信用しちゃダメですよって。自分で答え言ってんだよ、あれね。ネットで知り合った人なんかすぐ信用しちゃダメですよなんてギャラギャラ笑って人がいいんですよなんて。渡るさん、そのまま渡るさんに三島さんの口から言ってましたよ、昨日。でも渡るさん偉いんだよね、正直。でもみんな人それぞれが、渡るさんも、あなたのことバカにしちゃダメだよ。宇宙語とか。人って分かんないことをね。ね。分かんないっていうのは恐ろしいことなの。分かんないから、理解できないから責めるの。違うの。分かんないことをしようとしてくださいね。シンドラーさんもね。渡るさんも。豚角煮定食も。ね。分かんないっていうことを恥ずかしがらずに知る努力をしてください。俺らは知らないことだらけだから。ね、知ってって思って、私、自分が全部合ってって思ってる人もかなりやばいからね。大悟さん言ってたけど、もうそういう人かなりやばめの人です。いや、自分でやばさに気づいて。やばいぞ、お前ら。